みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら、なぜか映像ソフトが発売されないアニメたち。突然ですが皆さんはアニメの DVD やブルーレイを買っていますか？現在は配信が主流になっているため円盤の需要は下がっていますが、未だに多くの作品で DVD、ブルーレイが発売されています。しかし中にはなぜか映像ソフト化されない作品も。そこで今回はそんな発売アナウンスすらなく、なぜか映像ソフトが発売されないアニメをご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介するアニメはノブレス。ノブレスはノブレスと呼ばれる絶対的な力を持つ貴族の守護者ライジェルが820年もの長い眠りから目覚めて、高校生として平穏な日々を送っていたある日、とある目的を遂行するために現れた謎の組織ユニオンと対峙することになり、周りの人を守るためにノブレスの力を使い立ち向かっていく物語で、韓国で配信されたウェブ漫画を原作にアニメ化され、2020年10月から12月まで東京 MX で放送されたノブレスは、11年にわたって連載された原作漫画が世界累計閲覧数46億回を突破する人気作として世界的に評価されており、満を持して2017年に LINE 漫画を通じて配信されると日本でも人気を集めました。そんな本作のアニメ版は韓国初の作品ということもあり、期待せずに見た視聴者が多かったのですが、プロダクション IG が制作した綺麗で見やすい作画と無難でありながらも続きが気になってしまうストーリー展開が受け、そうしたギャップもあってか想像以上に高評価を獲得しました。しかしながら韓国の作品ということで権利上の問題があるのか、なぜか DVD やブルーレイなどの発売アナウンスは一切なく、放送終了から2年が経った現在もその兆しがありません。続いてご紹介するアニメはタイガーマスクダブル。タイガーマスクダブルはアクシプロレス団 GWM に潰されたジッパングプロレスの練習生だった2人の若きレスラーが GWM に報復するためにそれぞれが別の道を進み、その後数奇な運命によって交わる光と闇、2人の虎の戦いを描く物語で、梶原一騎先生原作、辻直樹先生作画による漫画タイガーマスクを原作に1969年にアニメ化された第1作目の続編として制作され、2016年10月から翌年7月までテレビ朝日系列で放送されたタイガーマスクダブルは、試合描写を彩る劇画調の迫力ある作画に加え、原作をベースにしつつも本作独自のアニメオリジナル展開のストーリーが受け、往年のファンのみならずアニメファンからも好評を獲得しており、さらには新日本プロレスの全面協力の上、同団体所属の実在のプロレスラーが登場したり、逆に新日本プロレスの試合にタイガーマスクダブルを名乗るレスラーが登場するなど、遊び心ある連動企画も実施され、その話題性に比例した高評価を受けているのですが、なぜか DVD やブルーレイなどの発売アナウンスは一切なく、未だに多くのファンから映像ソフト化を望む声が寄せられています。続いてご紹介するアニメはマガツバールハイトツエーアスト。マガツバールハイトツエーアストは戦闘計画が進むバールハイト帝国を舞台に、かつて数多くの生物を消滅させ魔物を世に放った厄災光の再来が予言される中、バールハイト帝都で暮らす2人の青年を中心に帝国の歴史が動き出していく物語で、2019年からサービスが始まったソーシャルゲームマガツバールハイトを原作にアニメ化され、2020年10月から12月まで東京 MX 他で放送されたマガツバールハイトツエーアスとは、滅亡の危機に瀕し滅びの運命に抗う人々を描いた絶望的でダークなストーリーと、綺麗なグラフィック、自由度の高いアバター作り、大人数で協力プレイできるゲーム性が支持され、ゲームのサービス開始からわずか1年でアニメ化に至りました。そしてそのアニメ版はゲームプレイヤー以外には分かりにくい設定ながら、作品が持つ雰囲気や作画の良さ、引き込まれるストーリー展開などがゲームをプレイしていない視聴者からも好評を獲得し、ゲームに誘導するような最終回を迎えたことで賛否が分かれましたが、
アニメ第2期の制作を希望する声が上がるほどの人気がありました。しかしなぜか DVD やブルーレイなどの発売アナウンスは一切なく、そんな中2021年3月でゲームのサービスも終了してしまったため、映像ソフト化はおろかアニメ第2期の制作も絶望的状況に陥っています。今回最後にご紹介するアニメはジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド。ジョジョの奇妙な冒険はジョースター一族と邪悪な吸血鬼と化したリオ、そしてその後継者たちが1世紀以上にわたる戦いを繰り広げていく大河群像劇で、荒木裕彦先生原作の漫画として今なお多くの読者を魅了するジョジョの奇妙な冒険はこれまでたびたびアニメ化されていますが、初めてアニメ化されたのは1993年から1994年にかけて発売された OVA で、この OVA では原作の第3部スターダストクルセイダースの後半が描かれ、その後2000年から2002年にかけて前半を描いた OVA が発売されました。この OVA 版ジョジョの奇妙な冒険はそのクオリティの高さが視聴者をうならせ、未だに根強いファンがいるほどで、そんな第3部の OVA を手掛けたスタッフが再集結して制作されたのが今回の本題ともなる2007年に公開された劇場版アニメファントムブラッドです。本作はタイトル通り原作の第1部を描いた作品で、ファンからの期待度も高かったのですが、わずか90分の劇場版ということもあり、多くの主要キャラが登場しない簡略化されたストーリーになり、同じスタッフが制作したにもかかわらず好評を獲得している OVA と一転し低い評価を下されることに。それはそれとして映像化はされると思われていたのですが、これまでに発売アナウンスも一切なく、未だにされる気配もありません。その理由は実は先ほど紹介した OVA 版に関連しており、1990年代と2000年代に出た OVA を全て収録した DVD ボックスが2007年に発売したのですが、その翌年の2008年 OVA に収録されているシーンにおいて、宿敵リオがアラビア語の書物を読みながら部下に殺害を命じるシーンがあり、この時の書物がイスラム教の聖典からの引用であったことが判明し、OVA を鑑賞した一部の人からイスラム教に対する侮辱だと反発を呼ぶことに。こうなってしまった原因は、雰囲気を出すための資料を探していた制作会社がそれが聖典であることを知らずに転写してしまったというもので、その事実の確認後、集英社と制作会社は表現に不適切な部分があると謝罪のコメントを出し、該当の DVD および DVD ボックスの発売を中止し、以降の出荷も停止処分となってしまいました。そしてこの一件が災いし、集英社は制作会社に対して今後一切ジョジョシリーズのソフト化を認めない措置を取ったため、本作が映像ソフト化される見込みは非常に薄く、知る人ぞ知る幻のジョジョとなってしまいました。今回はなぜか映像ソフトが発売されないアニメたちということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。当チャンネルでは他にも様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。